はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ヤスでございます。白血病と予防生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病がになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画を配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、新型ウイルスに感染すると重症化してね、重篤になってしまう人の共通点にですね、血栓があるっていうことがね、分かっているとね、以前の動画でね、お話をさせてもらったんですけども、感染した人は血栓がなかったとしても、その血栓を引き起こすということっていうのもね、分かってきたと報じられています。血栓言ってますけどね、その血栓というのはですね、血液中のね、コレステロールが固まって、血管の壁の中にね、こうこびりついたコブのことなんですよ。そのコブができてしまうと、物理的にですね、血流がこう悪くなってしまって、そうするとその先にある、その血液の流れていく、この先にあるね、各臓器とか各細胞ですよ、そこに酸素不足とか栄養不足になってしまうわけなんです。ほんでね、怖いことにですね、無症状であっても軽症であったとしても、感染していればね、血栓がね、できてしまってるよっていう人もね、いてるんですよ。時にそれがね、原因でその病状が急激に悪化してですね、命を奪われることだってあります。冬はね、ただでさえね、その心筋梗塞や心不全などの心臓病とか脳梗塞といったね、その血管の病気がね、多く起こる時期なんですよ。厚生労働省のね、統計になりますとですね、心臓病によるその死亡率っていうのはね、1月が最も多くて、次2月で12月で3月っていう風に、その、この冬ね、冬季に集中して、夏のおよそですね、1.5 倍に跳ね上がります。寒さでね、自律神経が刺激されて、朝の外出時にはね、その交感神経の活動が強くなります。するとですね、体の中の熱、体熱がですね、外にこの放熱しないように、血管がキュッと収縮するとともにね、血圧も上昇します。ちなみにね、血管がね、収縮するとともに血圧が上昇しやすいという曜日があるんですよ。でそれがね、実は月曜日らしいんですよね。僕はね、大阪で働いてる美容師なんで、大阪の美容室ではだいたいその月曜日が定休日になっているところが多いんですけども、まさかその月曜日にね、こんなことがね、起こっていたなんてね、個人的にはね、信じられなかったんですけどもね。だからその月曜日の午前中に脳梗塞とかね、心筋梗塞になるその患者さんっていうのが多いみたいなんですよ。その理由としましてはですね、日曜日の休養後の仕事始めによるそのストレスが原因だとね、考えられているようなんです。しかも冬っていうのはですね、交感神経のね、活性化だけではなくてですね、食生活の乱れとかね、アルコールの取りすぎもあってですね、血管が収縮したり、血栓ができやすくなったりするんです。さらにこの今のような寒いこの寒冷期と呼ばれている時期ではですね、血圧の上昇とかね、特に暖かい部屋からですよ、寒い部屋に移ったりとか、外に出る、移動する時にね、その起こりやすいね、血圧の急激な変動である、ヒートショックって聞いたことあるでしょ。でそのヒートショックでね、その心臓とかね、血管の負担が増えてしまって、心筋梗塞や脳梗塞が、ね、起こりやすくなります。だからこそ高血圧などのね、生活習慣病やね、その動脈硬化による心血管病っていうのをね、要する人っていうのは、血栓ができやすい新型ウイルス感染症にはね、とりわけ注意が必要だと言えます。とはいえ、感染をね、完全に防ぐのはね、ちょっと難しいんですよね。では普段から血栓ができにくい体にするにはね、どうすればいいのでしょうか。デスクワークの多い人っていうのはね、1時間に1回ぐらいはね、こう立ち上がってですね、数分でもいいので、その辺をぐるって歩き回るかね、椅子の上で足をブラブラね、運動することがね、大事なんです。でさらにね、2時間に1回はね、ほんまに席を離れてね、軽く体をこう動かすといったね、血の流れをね、よくするとね、すごいマシになります。なぜならね、そのデスクワークとかのように、その場からこうなかなかこの動けない、離れられない仕事をされているとですね、全身の筋肉が動かなくて、血流が滞ってしまって、代謝もね、行われないためにですね、血栓ができやすいんですよ。
ほんであとはね、食事も大切ですね。血栓のリスクを抑える効果がね、期待できる食材もあるんですよ。例えばね、まあ、好き嫌いがあるんですけども、納豆に含まれる納豆キナーゼっていうのにはですね、血栓を溶かす作用があります。でクエン酸にはですね、血液中の血小板がこの角にこう集まってくるのを抑制する働きがあります。クエン酸はね、レモンとかグレープフルーツなどの柑橘類とかね、まあ、梅干しなどにもね、多く含まれているのでね、まあ、意識してね、摂るとね、いいかもしれませんね。そしてナッツ類やね、アボカドとかカボチャにね、多く含まれるビタミン E はね、ビタミン C と同様でですね、まあ、活性酸素の働きを抑えてくれる抗酸化作用があって、過酸化脂質っていうののね、生成をね、抑えてくれます。活性酸素によってね、血管内のね、脂質がね、酸化されると過酸化脂質が発生します。それらがね、血管を硬くしてしまってね、こう詰まらせてしまう原因の一つになってしまいます。ほんでポリフェノールにもね、抗酸化作用があると言われていますよね。まあ、それを摂取できる食品といえば、まあ、ブルーベリー、大豆、ごま、そばなのですね。あとは緑茶とかココアといったね、飲み物にもね、含まれています。まあ、このようにね、まあ、軽い運動もね、今紹介させてもらった食品っていうのもですね、血流を促進してくれることで血栓を予防することができます。まあ、ほんまに今すぐできそうなことやったらね、その椅子に座って足をブラ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 させるような簡単な動きですよね。ほんで先ほど紹介した飲み物やったら、まあ緑茶ですよね。で緑茶やったらコンビニでも自動販売機でも買えますし、まあ、そこまで歩いたらね、足が動いているので緑茶を買って飲んでください。まあ、そんな感じで今日は以上になります。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。